はい、どうも赤星レオ赤星マシマシティビー、はい、お願いいたします。ラーメン影武者、お、本館と出てますよ。本館、うん、ね、千代田区外神田、まあ、秋葉原です、うん、はい、徒歩ね、まあ、6分ぐらいで、うん、末広町からだとまあ4分ということなんですが、うん、もうお気づきの方もいらっしゃると思いますね。去年の12月にですね、もともと影武者があった場所が別館になったんです、うん、はい、で本館が移転したんです、うん、なるほど、はい、で別館の建物はちょっと改修になるということで、あ、本館がこっちに来て、はい、でもじゃあ今2店舗は行きあるか、今は2店舗あります、はい、だいぶ近いっすよね、まあ、めっちゃ近いっす、はい、まあ、だから本館別館か、先にね物件だけこう押さえたよ、なるほど、なかなか開かないんで秋葉原ね、まあ確かに。でラーメン、油そば、味噌ラーメン、各種辛い系変更、ね、うん、つけ麺とかき限定、これメニューも向こうとほとんど変わりないそうです、なるほど、はい、やってますが、で今回僕はつけ麺を食べに来たんですが、かき、うん、限定をねやってたんでね食べに来たのに、そう、気づいたらネギ冷やし洗濯しちゃってましたね、なんだんだよ、やっちゃいました。ということでこちらです、ネギ冷やし大盛り、うん、全部マシマシの炙り小豚というのを、うん、200円でつけたんですね、あ、言い方としては、はい、炙り小豚です。はい、大盛りがですね、うん、平日の、まあ、14時、18時は、あの、どのメニューでも無料ということなんでね、うん、食いしん坊の方は、突撃お願いします、うん。はい。さあ、そしてですね、こちらの小豚なんですが、うん、一口サイズの、まあ、本当の意味での小豚なんですね。うん、はい。細切れ豚がいくつもありますね、いいですよ。ね。その他にはデフォルトで、白髪ネギ上の部分ですね、うん、それから玉ねぎも微妙に入ってるんですね、はい、こういったあのちょっとシャキッとさっぱり感が期待できるのではないでしょうか、夏らしい、夏らしい、あ、豚ね、いきますね、これちっちゃいですけども、うん、まあ、豚の脂のこれバランスいいんですね、うん、あとタレをね、うん、結構まとってて、うん、ちょっとうまい焼肉食ってるかのような、うまい焼肉、焼肉はうまいからな、いや、わかんないですよ、もしかしたらうまい焼肉でしたけども、でネギ、ごま油、ラー油なんか加えられてまして、あと影武者のこう返しで和えられてるでしょう、おそらく、うんうん、ピリ辛なんだけどちょっと甘い、うん、ね、ちょっと食べやすい辛さではあった、うんうん、やっぱこれ冷たいんですね、で汗かきかききて、うん、この一口目食べたらですね、まあ、一気に能量効果、まあ、クールビズ、クールビズな一杯です、すげえ久々に聞いたのクールビズって当たり前になってきちゃった、まあ、定着したからさ、そう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 、ね、僕の衣装も白だし今回は、ね、クールビズ、クールビズです、はい、絶対してないでしょあんたしてないけども、まあ、愉快なね食べ合わせ、シャキシャキなんで、はいはい、あ、グッと思いました。で200円の炙り豚、まあ、量もね申し分ない、で野菜の量ともバランスよく食べられるんで、うん、ぜひ追加を、うん、おすすめいたします。さあ、そして麺来ました、うん、ね、これ公式の表記グラム数ではありませんでした、うん、が、茹で前250というのがかつてね、うん、インタビューか何か出てたみたいで、うん、大盛りにしたらそれよりやや多いぐらい、うん、ひえーひえーです、すめーじゃないですね、とてつもなくこうビシッと締めてあるんですね、うん、冷水の力がすごい、まあ、だから上等なお蕎麦を食べに行ってるような冷たさがありますよね、さっぱりしているんですが、うん、油も強力なんで、うん、冷え固まるじゃないですか背脂が、ね、それでねやっぱりブレない爽やかさ、爽やかマスラオです、爽やかマスラオ、はい、すごく強いけど、そんなマスラオいたんだ、あの鬼武者のね玉之助みたいな、むしろたけしねデザインになってます、はい、ネギ冷やし、これね汁なしというかもうラーメンですね、あのスープの量はね、うん、はい、ネギ冷やしとだけ書いてあるんで、あ、なるほどね、そうそうそう、どっちなのかはあなた次第、冷やし中華というか、まあそうね、いい店舗でね食べられます、玉ねぎとねあるんで、おい、あー、いきました、この量ですね、あのちなみに温かい場合でニンニクを食うときと冷たいものでニンニク食うときはこうダイレクトの辛さ全然違いますんでね、やっぱあの混ぜるタイミングは間違いないように僕は中盤で混ぜてますけども、で、これ冷たい麺類にねニンニクあんま入れないですよね、まあそうですね、冷やし中華、そば、そうめん、そうそうそう、なんかニンニクの合う冷たい麺というのはやっぱりこう二郎系特有のうまさなのかな、冷やしラーメンとかでそうですね、ね、あんま入れないですもんね、ただまあこの返しにね甘さがあるんでニンニクとの辛さのギャップがうまいっすね、うん、ということです。
さあそしてしょっぱレベルが 3.7 ということで、まあ甘さがね、うん、あるんで、うん、ただですね、うん、あのダイレクトに食べてみて初めてわかるしょっぱ度なんですよ、うん、そのままいくとやっぱしょっぱいです。はい、ダイレクトに食べてみて、あ、ダイレクトに返しを飲んで初めて、うん、ないのよ。あのだからまあ皆さんはかけて甘めを感じてるけど返し自体はしょっぱいよという。まあなるほどね、はい、まあ、まあダイレクトにみんな取らんからね。そうか、うん、あ、ということでね、黒胡椒、はい、ラー油、ネギ、ニンニクなどが入っている黒胡椒、まあ当たり前のバランスのうまさですよね、うん、これはね、あ、ということで、ヒエッと完食いたしましたということですね。マシマシレベルは 88.78。悩み無用の悩みです。パパ悩み、パパ悩み、あっと、はい、ね、はい、前足を広げるにゃんこが映りましたが、ねえ、こういった感じで映していきます。やっぱあの冷やしなんでね、うん、温かいやつよりあの大きく違うのは、うん、フーフーしなくていいから。ああ、確かに、そう、あの、うん、素早く食べ終わるんですね。ああ確かに、そこも一ついい部分だと。ただ癖で一口目だけフーフーしちゃいません？あ、やりました、はい、うん、ずいーっと上げてすっ、うわー、やんなくていいんだーっていう、せいでね、ちょっと冷たくやってるやっちゃいますね。さらに冷たさをアップすることもできますけども、秋葉原別館がそのそのうちなくなっちゃう、ということで、まあ、あのファンの方は先に別館行ってもいいんじゃないですかね。あ、なるほどね、今まであった場所、そう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 、うん、で、まあ本館来てメニューがあって食べて、で2階はメイド喫茶。あ、そうなんだ、間違ってもそのまま行ったらもう、うん、まあ、僕は前メイド喫茶で、いや、はいはいはい、働いてますけど、はいはい、休憩中クギョシャ食いに行ったんで、休憩中ちょっとかますしかねえなって言ってましたけど、まあまあ厨房だからね、あ、はい、厨房だからっていうのは、メイドさんもしかしたら、うん、休憩中に行ったのかね。わかんない、行かないか、行かないよ。とてつもないメイドさん、経験ある方いたらコメントください。といったね、秋葉原の事情をお送りいたしました、はい、皆さんも冷やしぜひ試してみて、うん、夏、うん、thank you.